ナビデータスタンダードは自動車メーカーとサプライヤーで共同開発した標準化カーナビ向けデータベース用フォーマットである。NDS 協会はドイツの公式団体で自動車メーカー、車の部品メーカー、地図データサプライヤー、カーナビ及びカーナビ用アプリケーションサプライヤーが参加している。NDS 協会は カーナビの機種を問わず互換性を持つ標準データベースフォーマットを開発することを目的としている。NDS 協会はデータベースの標準化を目指しているが、NDS を使うアプリケーションを標準化するものではない。データベースとアプリケーションを切り離すことによって、エンドユーザーに多種多様なカーナビ製品を提供することができる。さらに、この相互運用性によって、 NDS データベースは差分アップデート、不正使用防止、データサイズの削減ができる。NDS データベースを使った製品は2012年から出荷されている。NDS 協会は自動車向け世界標準の地図を提供することをビジョンとしている。世界標準としてデータフォーマットは自動車向けであるためにはビジョンを実現するために NDS 協会は 下記の点を追求している。NDS フォーマットの導入のサポートとゴールへの到達及び協会の発展のため、NDS 協会は NDS 用ツールの提供やサポートを行い、絶え間ない技術開発をしている。NDS はエスクアリットデータベースフォーマットを採用している。NDS のデータベースには複数のデータベース製品が含まれ、アップデートリージョンごとに分割されている。 この構成は柔軟かつ一貫したバージョン管理を可能にしている。また、異なるベンダーのデータベースさえ一つの NDS データベースに含めることができる。NDS データベースはビルディングブロック、レベルなどで構成されていることが特徴である。データベースサプライヤーからリリースされたデータベースはそれぞれ固有のバージョン管理の仕組みがある。ゆえに、 他のデータベースに干渉することなく独立してアップデートすることができる。データベースには一つ以上のビルディングブロックがある。また、複数のアップデートリージョンで対象の地域をカバーすることも可能である。アップデートリージョンはデータベースのアップデートを管理するために存在している。アップデートリージョンが存在することによって対象地域のインクリメンタルアップデートや 部分的なアップデートが可能になる。例、前日のヨーロッパベーシックナビゲーションをアップデートする地域が分かれている。NDS ビルディング、ブロック NDS に格納されるナビ用のデータは、規定されたビルディングブロックに格納される。それぞれのビルディングブロックは、住所検索、経路探索、地図表示を行うのための名称など、機能ごとに分けられている。 ナビとしての機能を満たすために複数のビルディングブロックから抽出、集計したデータを取り出すことがある。アップデートリージョンは複数のビルディングブロックを含むことがある。複数のアップデートリージョンを持つデータベースにおいては同種のビルディングブロックを使うことがある。NDS 協会ではデータベース構造に関するそれぞれの仕様変更要求のドキュメント化と ドキュメントのアップデートをしている。また、NDS 協会メンバーが利用できる開発ツール、テストツールを提供している。NDS 協会は2008年にドイツで公式な団体として設立された。NDS は定換に基づいて運営されている。2016年12月時点で32団体が参加している。NDS のメンバーは三角企業と分科会によって構成されている。 NDS メンバーは文化会の代表者を推薦、選出している。NDS 文化会は下記の通り、ありがとうございます。